アダム・チェルニャクフ。アダム・チェルニャクフは、ワルシャワ出身のポーランド系ユダヤ人の技術者。ワルシャワゲットのユダヤ人評議会議長である。ワルシャワポリテフニカ科学を収めた後、工業技術習得のためドレスデに行く。九百二十四年ユダヤ人職工一般協会が発行した年間において、チェルニャクフは、職業訓練と工業学校のための包括的なプログラムについて、 長い記事を寄稿している。ワルシャワのユダヤ人共同体の職業訓練学校で教えた。1927年、ユダヤ人の労働者を事実上職場から追い出すことになる基準法への反対闘争に参加した。評議会幹部らと右から3人目がチェルニャクフ若い頃はユダヤ教徒の同化政策に反対していたが、 1927年から1934年まで彼はワルシャワ市議会のメンバーとして勤務、司会発委員でもあった。1928年、ポーランド国会と上院選挙に活動的な役割を果たし、少数者としてのユダヤ人の権利について発言した。1931年に彼はポーランド上院に選ばれたが、ピウス付き政府は 仕事にかかる前に上院を解散させている。1939年9月23日、ドイツ軍によるワルシャワ行為中に、チェルニャクフはユダヤ人共同体の議長へ任命された。1939年10月4日に、ナチへの都市の引き渡しの数日後に、正式にドイツの指令を実施することについて責任がある、ユダヤ人評議会の長とされた。 チェルニャクフの置かれた地位は非常に無力であり、ワルシャワ地区の知事だったルートビヒ・フィッシャーとは一回しか会っていない。彼は自分の年より半分も若い SS 軍曹やドイツ人監督官の間をたらい回しにされながら、ユダヤ人の住居、食料、税金、警備などの問題について陳情しなければならなかった。ドイツ軍はワルシャーゲットーから1942年7月の トレブリンカ絶滅収容所に集団移送の準備をし始めて、評議会はユダヤ人の名簿とゲットーの街路地図を提供するように命じられた。7月22日、ユダヤ人評議会はすべてのワルシャーゲットーにいるユダヤ人が東に追放されることになる手順書を受け取った。例外はドイツの工場で働いている者、病院のスタッフ、評議会のメンバーと家族、 ユダヤ人警察のメンバーと家族だけだった。チェルニャクフはゴミ収集作業員、工場を作動させている女性の夫、及び何人かの職業教育を受けていた学生を含む一握りの人々の免除を得ることができた。しかし彼は、ヤヌシコルチャックの孤児院にいる子供たちのために免除を得ることができなかった。指令はさらに、 ユダヤ人警察による摘発のために評議会が作成した1日あたり6000人の名簿から移送を始めることを要求していた。もしその要求に従えないときは、ユダヤ人評議会とチェルニャクフ自身の妻や従業員を含めて約100人の人質が即時に処刑されることも示唆された。孤児たちの死を意味する移送を免除するための努力が失敗した。 直後の7月23日、彼はオフィスに戻り、まさにそのような機械のために保持していた、シアン化物カプセルの一つを取り、自身の命を絶った。評議会のメンバーと彼の妻に遺書を残している。私はもうすべてに耐えられないと。ワルシャワのオコポバ通りの墓地に埋葬されている。チェルニャクフは1939年9月6日から、死ぬ日まで日記を書いた。それは、 スタニスワフ・スターロンによってポーランド語から英語に翻訳され1979年に出版されている。2001年の映画アップライジングアップライジングで俳優ドナルド・サザーランドがチェルニャクフを演じている。ありがとうございます。